斉藤登斉藤登1月28日から1972年9月8日は、日本の内務官僚、政治家、海有大臣、厚生大臣、警察庁長官を務めた、参議院議長を務めた斉藤十郎は子息、三重県荒山郡東津村出身、父、角蔵、母、信江の長男として生まれる、上野中学、八甲を経て、 東京帝国大学入学。大正14年東京帝大農学部、農学科卒業。大正15年高等試験に合格。昭和2年内務省に入省。昭和3年東京帝大法学部政治学科を卒業。地方局属。地方局行政課長。大臣官房文書課長。防空総本部総務局長等を歴任した。 終戦間もない昭和21年1月15日に山梨県知事に就任。昭和22年2月には内務次官として本省へ戻る。その後、昭和22年10月に警視総監。昭和23年3月には旧警察法施行と同時に国家地方警察本部長官に就任。新警察法を作り、戦後警察の基礎を築く。 昭和29年7月、新警察法施行、警察庁発足時に、初代の警察庁長官に就任し、効率化、民主化、政治的中立性という柱を掲げて、戦後警察制度の推移する中で、現行制度を確立する。昭和30年7月に退官。昭和30年8月、三重県選挙区の参議院補欠選挙で、初当選。以後3期当選。 自由民主党では、佐藤栄作派に属し、昭和36年7月に、第二次池田第一次改造内閣の運輸大臣として初入閣。昭和43年11月に、第二次佐藤第二次改造内閣の厚生大臣に就任。昭和45年1月に退任するが、昭和46年7月の第三次佐藤改造内閣発足で、 再び厚生大臣に就任。昭和47年9月8日に死去。肖像位、君位等局日大受賞。昭和33年7月から死去するまで、三重県遺族会の会長も務めた。趣味は剣道、宗教は仏教。ありがとうございます。